はい、タビちゃん。うん。キュウイさんもなかなり。うん。取り出してからなんだよな。珍しく画角内にいる。あ、涼しい。あ、涼しい。涼しいわ。クーラー解禁。てかさ、この時期でクーラーってもやばいね。いや、もうつけてるの、うちも。いや、もうほんとそう。やばくない？俺もつけてる。え？まあ、ずっとじゃないけどね。うん、その暑い時ね。暑いんだよ、俺んち。そうなの？なんで？冬がでもあったかい。ああ。断熱性なんだからね。うん、うち冬寒いよ。確かに。夏すっげえ涼しい。夏でねえけど、まだ。まだ飽きたら涼しいもんね。涼しい。めちゃくちゃ風入る。ね。私。ん？私です。何が？この動画。また？気持ちがしたんじゃない？気持ちがしたんじゃない？いやいやいや、違う、君たちもなんか持ってきてるじゃん。事件起きないよ。起きないもんね、そんな頻繁に。何にも起きない。確かに。俺なんでこんな起きんの？まあ俺ちょっとじゃあこれもう2本立てにしていいっすか？いいよ。2本立て。いいよ。この1週間であった細かすぎるたかしのついてない話。細かすぎなついてないがいっぱいあるのよ、なんか。なんでなんだろうなっていうのはありまして、うん、まあ、まずちょっとこの動画で細かいのギュッとして、うん、この後ちょっとどういうことやねんも話すから、うん、ここで一回ギュッとしますと、うんうん、昨日の話だよ、それこそ。うん、昨日の話で、まあ、昨日、うん、要はそれこそうん、まあいろいろネタバレになっちゃうからあれだな、うん、まあ、とりあえず昨日予定があって、うん、まあ、それでもなくなったんですよ。はい。うん、で、その機会にちょっといろいろ時間ができたから、うん、あ、ちょっとこの間になんかいろいろ個人的な事務作業とかいろいろなんか終わらせようと思って、うん、で、まずちょっと役所行かなきゃいけない、うん、であとなんか買い物したいなっていうのをちょっとダブルで終わらせようと思った、うん、ね、うん、で、昨日だから役所まで行ったんですよ、まず、うん、11時過ぎとかぐらい、まあ12時ぐらいか、うん、で、まあチャリで行って、まあ、ちょっと離れてるの役所まで、うん、歩いてはいけない、絶対チャリで絶対行けない、絶対に、絶対ってことある、絶対に行けない、そんなことはないだろ別に、絶対ってことはないだろ、いけるだろ、チャリで何分ぐらいの話だろ、10、いや、まあ20かかんないか、チャリで20、まあ歩いたら1時間、あ、まあ行ける、行けるはいけるな、20はかかんないかな、まあでも信号とかね、いろいろある、加味したら、まあ20弱、15から20ぐらい、結構あるね、まあまああるじゃん、うん、役所って確かにちょっと離れたところにあったりするじゃん、うん、住んでる場所によってはさ、まあね、そんなことはないけど、ね、場所によっては場所によっては、まあ行きまして、あ、で、まあ俺手続きしたかったのね、うん、まあなんかこれ言うのもあれだから、あれだけど、まあなんか個人的に手続きがあって、あ、で、要はうん、まあ個人事業なんで年収が結構こうなるじゃないですか、まあそうね、我々って100円月もあるもんねそうそう、大変なんですよ、あ、大変ですよ、ねえよ、100円の時よく1年続けられない、100円まあこういうのがあって、要はだからその所得制限にかかったりかからなかったりみたいな時があるじゃないですか。なるほど。ちょっとそうすると年収バレちゃうんで、あんまり言いたくないんだけど。まあまあね。まあものによって。まあもちろんね。ものによってね。うん。で、要は結構ドーンっていったら、その次の年すっごいじゃん、税金が、その分。そうだね。で、その次の年は、うん、結構落ち込んだ時があったんですよ。うん。うん、で、そうすると、うん、この申請が一回、何、切れちゃうのよ。ドーンって、その、稼げました。うん。そうすると、うん、なんか何個か外れちゃうんだよね。ああ、なるほど、ね。いろいろその、手当が、はい。まあそうね。で、大体わかるけどね、それに言うとね。まあ、しょうがないわ。わかる人だけわかってくれる。まあ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 。まあまあ。いろいろあるよな。そうそうそう。で、まあ次の年、まあ経費が加算でとか、いろいろ、いろいろ、いろいろ加味して、まあちょっと、この、落ちたわけですね。はい、で、そうすると、ある程度の範囲内に戻るわけじゃん。うん。ね。うん、だそれを、うん、もう一回行かなきゃと思うんですよ。申請し、し直さないと。ああ、なるほど。で、うん、昨日行きました、うん、で、まあ受付、まあ並んでるわけよ、みんな、うん、あ、そうなのね、まあ、30分は並ばなかったかな、まあ何人か、うん、何人か並んでて、まあこう待ち合わせて待って、はい、で、そこもまあ自転車で行きました、はい、待ち合いまで行きました、待ちました、うん、全部1時間以上ぐらいね、はい、使っていけるから ね、 ね、俺久々に行ったよ、この前役所夏んだね、引っ越ししたからさ、あ、いろいろ変更があるじゃん、あ、大変大変、大変、待つね、待つね、俺行っちゃったもん、こうやって待つねーって言ってた。そいつ、そ役所で、待つねーって、待つねーって言ってやったの。言ってや
やったの心の中でね。ああ心の中がよかった。うんますねーって言ってる人いたら、下手したら TikTok とか今だったら上げられるぜ、そういう変な人。バズるぜ、そしたら。役者で、うますねーまずねーって言ってるやついたら、心の中だけがね。ああ、じゃあよかった。うん、まあ俺も心の中で、うますねーって思ってはいた。思ってはいた。言ってなかった。思ってはいたぐらい。うますねーってしてない。で、まあまあ待って。で、まあ、テンタン何番の方、はい、ああ、よしよしよし。呼び出し。行くじゃないですか。うん、で、まあ、説明するわけ。うん、こうこうこうで、うん、こうこうこうで、申請しに来たんですよ、うん、って、はいはい。あっ、えみたいな。相手が、相手が、うん、え、なんで、なんで、俺、おかしいのこれ、やったから。あ今日ですか、そうですかみたいになって、うん、え、どういうことなんで俺そ、だってちゃんと、その場所、なんとかか、その、うん、そこに行って、うんはいはい、その担当とこ行ってる。はい、あ、そうですかってなって、うん、そんなことある、そんなことある、なんか無理でもそんな態度するそんな態度しないよ。びっくりされて、おばさんに、うん、あーみたいな、うん、え、なんでだろうって思ったら、うん、ちょっと後ろ行って、うん、なんか多分紙持ってきて、うん、実はですね、うん、まあ、この名字だけど、うん、まあ、高橋さん、うん、本当高橋さん、あの、うん、これ実はですね、うん、あの税務上の関係で、うん、税務署からデータが届くのが、うん、5月1日からなってまして、あ、明日からならできます。4月には届かないんだよ。4月、だ俺はそれを忘れないように4月30日のカレンダーに入れてたの。絶対にこの手続きをすることって書いてたの。なるほどね。けどその理由を俺書いてなくて、で4月30日になったから、はいはいはい、30日に行けないだろうと思って過去高橋は30日に入れてるの。なるほどね。で、5月1日以降に行かなきゃいけなかったのに、俺それも忘れてるから、30にその予定があって、30にわざわざバカみたいに、時間が来たら、うっしゅーって言って、すいません、明日からです。明日から！うーわ、だる、だるいねー。でだるーみたいな。まあ、自分が悪いんだけど、まあまあまあね。マジかよ、みたいな。まあまあまあ、まあ、そういう、ちょっとまあ。そういう家はあるからね。行ってきなよ。行ってきなよ。今日はもうこんな土砂降りで行きたいけど、ね、いつまでにとか決まってんの、それは。決まってる。いや、遅れれば遅れるほど、うん、なんかまあ、手当てが見よったら減るみたいなこと。ああ、それはそうだね。じゃあ今日だね。あ、違う違う、あの、5月中だったらいい、多分。ああ、そっち、ね。多分、そうそう、月またいだらとかだったら、ちょっとわかんないけど。ああ、じゃあ行くね、早めにね。あ、そういうのがあるんだ。そうそう、そういうのもあってさ。あ何しに来たんだ、俺。待って。バカって。まずねーってなってるから。バカってね。そう。まあ、しょうがないかと思って。まあ、まあね、その、まあ、書類一応もらってね、もう家で書けるからいいやと思って。うん、あ、じゃあもう分かったら、もう、しょうがしょうがこういうこともあるわ。うん、まあ、こういうこと多いんだけど。偉、うん、いね。俺だったら切れちゃうからね、そういう時。いやいや、それ自分が悪いやん。それに関しては。それに関してはしょうがないと思うけど、うん、切れちゃうからさ。1日って書かれてたのかな。いや、あ、だからちゃんと調べたら書いてあるんじゃない、わかんないけど。薄いもんね、あれ。わかんないけどさ。わかんない。そう、自動で手当てってやってくんないからね。やってくんないんだよ ね。手当ては全部自分でやんなきゃいけない、ね、そういう申請系、税理上の色々自動でやってほしいよね、そういうのも含めてさ。まあ、あるじゃん。まあね、税金は自動で取んだからね。そうだよ。そんなとこだけ取りに行くんだよ。いやいや、そんな俺ぶった切りたわけじゃないんだよ、行政を。違う。行政ぶった切りの動画じゃないんですよ。やっぱぶった切って。高橋の細かいついてない話なんで。違う。うわーって行政ぶった切りますどうかじゃない。サムネこんなんじゃないでしょ。まあね、そこはしょうがないかね。まあまあいいやと思って、うん、まあどうせもう一日、まあ、自分のその事務作業の日だからいいやと思って、うん、で、まあ切り替えて、うん、まだ何もできないね。まだ、ただ、ただ俺だからあの、チャリコーディングちょっと健康になったのにサイクルにしたらいいで、その、もう一個やりたかったのが、うん、まあ、メガネ買いたかったんですよ。 あの、プライベートのメガネ。あの、というのもちょっと、昔に作ったメガネだったから、ちょっとなんか度数合わなくなってきたの。いや、目どんどん悪くなるから、でなんかちょっと車乗るの怖いなみたいな、うん、多分 0.7 は超えてると思うんだけど、うん、けどなんか個人的に、うん、いや 今の方これの方がいいから、うん、度数が、うん、ちょっとそのそっちとずれて、はいはい、そっちが悪くなってきたからメガネ買おうと思って、うん、で、まあメガネを、うん、ゾフがいいから、はいはい、俺ね、うん、でゾフがあるのはちょっと近く見ないからちょっと駅で行かなきゃいけない、うんうん、遠いね、で、まあ行きました、うん、チャリで電車で。チャリじゃ行けない。チャリじゃ、まあ行けなくはない、うん、行け。でも歩いては絶対に行けない。そんなことはないんだよ。歩いては絶対に行けないんだけど。絶対にはねえんだよ。チャリで、まあ戻って、うん、で、まあ電車で行って、うん、で、メガネを買います。うん、で、まあそこで、まあゾフでね、はい、まあ、気に入ったのがあったのよ。うん、あ、これいいわと思って、うん。で、ついでにこの何、この動画撮る用のメガネも、うん、もう一個欲しいと思ってたの。うん、前に買ったやつが、うん、ちょっと合わなくて、そっちを修理しなきゃいけないと思って、まだやってなくて、うん、だからまた、とりあえず1個買おうと思って、うん、別に何個あってもいいから、メガネ、うん、
で2個買おうと思ってた、うん、で個人的なやつと、うん、あとまあ黒縁を探してたのこれね、うん、ただ個人用のやつは見つかったんだけど、うん、それの黒があればいいなと思った、うん、けど、うん、黒がなかった、うん、だからその個人用のやつしかなかったから、うん、まあいいやと思って、うん、でそれをこの買ったわけ、うん、メガネね、うん、でメガネ買って、うん、でまあでも30分ぐらいでできますよって思って、うん、おやった、うん、でまあまあでも黒でも本当は黒も欲しかったな、うん、まあ、黒が欲しいとにかく高橋は、うん、まあしょうがない、うん、で作りました、うん、で作ってる間に、うん、靴も欲しかった、うん、欲しいもんばっかりだね。そうそうそう靴も、うん、いやさ最近だそういうない買い物をしてなかったから、うん、いろいろ買おうと思って、うん、時間あるから、うん、で靴を買いに行きまして、うん、その待ってる時間に30分の間に、うん、あ、この欲しい、うん、ニューバランスのやつ、うん、欲しい、うん、サイズ合わせたいと、うん、店員さん言いました、うん、どらしちっちゃいから、うん、まあ、25ぐらいがいいです、うん、ちっちゃいから、足ね、みんなこっから笑って聞けないんじゃん、この先そんなにあざ笑う俺の足の小ささいやいや、そんなにって足ちっそって見れない見れないなんだよ、ね、じゃあ一回落ち着け一時停止してこのジャパニーズってなんじゃこれいやみんなジャパニーズだみんなジャパニーズだよいや思ったより足ちっちゃいからねみんなちゃんとちゃんと測った結果俺は25って、なんならもっとちっちゃくて 4.5 ぐらいなんだよ、うん、そうでまあ 4.5 か 5ありますか、うん、言ったの、うん、店員さんにね、うん、ごめんなさい、24.5 と5だけないですって言われて、ちょっと待って、メガネも黒ないし、ないじゃん、靴もそこだけないの、うん、26からあります、うん、それからもっとちっちゃいのがありますって、うん、そこで、なんで俺これ、うん、まあいっか、まあいっかと思って切れた、なんでないんだよ切れてないです、それケイさんでしょでちょっとなんか何、いやついてないなってなってる俺の中で、なんでだろう、なんで欲しかったものも役所でまずないし、うん、失敗してます、うん、でメガネも黒だけない、うん、まあまあ一回茶色のやつね、まあその家でかけるやつ、うん、まあ買えたからいいやと思って、うん、でただもう一回帰って近くにジーンズはあったりするんですよ、うん、だからジーンズ寄って似たやつの黒があったらまあそれ買おうかなみたいな、なるほどね、思って、うん、まあ帰るわけじゃないですか、うん、で要はメガネ屋メガネ屋って思って、うん、まあその駅からちょっと移動して、まあ、うちに近めの方のショッピングセンターにまた経由して行ったのよ、うん、でメガネメガネって思って行ったんだけど、うん、途中でまず洋服屋寄ります、うん、で、靴屋寄ります、うん、で、靴は案の定やっぱり25と24もなく、うん、26もなかったかな、うん、靴もなく、うん、あ、で、ちょっとそうだ、買い物をしたいんだ、うん、スーパー寄ります、うん、よし、これで済んだと思って、うん、メガネを見るの忘れて帰りました、うん、バカだねバカだ、ね、基本バカだよね、基本バカだついてないじゃない最初と最後バカの話で全然ついてないじゃん、顔があってのこうなんか出来事の話じゃん、それはいやちょ俺さすがに笑っちゃったもん帰り道あ、なんか忘れてんの黒の絵から見ないで帰ってきちゃったって思ったねマジで、何しに行ってんのチャリじゃないんだよ、しかもその時はカチャリだもん、あ、でもチャリだ、チャリで気づいたのあ、そうか、チャリでもう全部終わってよしっつってよし帰ろう、まあ眼鏡まあ1個変えたからいいやと思ってで、それも何そのさっき買った新しい眼鏡かけてたのよ、あ、こあのね、かけて帰りますかって言われて、あ、かけて帰ります。やっぱ鳴らした方がいいじゃん、眼鏡ね。だから、あ、これこうやっていいなとか言って、そうだね、結構見える、あ、でもいいかも、こっちの方がと思ってた。あれ、なんか忘れてた。黒いから見てない。そうか。いや、だから、なんかそういう謎の一日を過ごしました。これがまず第一弾。第一弾。第一弾、たぶんバカな話。バカって言うのよ。次こそ本当についてないのかバカない、ついてない話じゃない、ついてない話だろ、役所やってない、まあそれ半分俺今日メガネいけんじゃん、え、30年までからそうだよ、あ、だから今日行きたいな、確かに忘れるよ、今手に書いとかなきゃ、マジック貸すよ、いや、確かにやだよ、ここメガネ恥ずかしい、あ、ほらね、あ、そうだな、目的忘れて、経由するとも目的忘れちゃうんだよね、バカだったよな、メガネさ、別のとこで買うってなるとまた履かなきゃいけないの、
あ、でも多分ね、あ、要は例えばだけど、ジンズに一回登録してると、うん、もうそれ、データがあるのよ、ジンズに。全国ジンズ。だから、どっちものデータあるから。でもそういう人はもう、古いんじゃない多分、その、うん、ジンズじゃん。いや、ジンズはね、最近測ったのもあるのよ。ちょっと前、もう別の家、あの何、本当に、ねうん、寝るとき用、うん、あの、いや、近くてもいいよ、もう買ってるから。寝るときにかけながら寝るの。あ、違う違う、寝る、何、風呂上がり以降。あ、いろんな、5種類ぐらいなんだ、メガネじゃ。そんなにあるの？ 3種類。そんなんだ。3種類。多分あんま良くないと思うんだけど、ただ家で見えすぎるのが嫌なの、俺。疲れるから。家でさ、見えすぎるの嫌じゃない？でも、いや、見えすぎるのにしちゃったじゃん。しちゃったじゃん。そうだ。あ、違う違う違う、それは運転するときとか、お出かけ、お出かけよ。もっと見えない。家用とはいえ、家のお出かけ用とか。全然かけなくていいじゃん。なんでほぼ。かけへんと 0.01 でしょ？ 0.2 の方まだいいんだよ。いいけど。大変だね、1変えなきゃいけないんだ。まあ俺はそうしてる。本当は良くないと思うんだけど。本当は良くない、多分、視力的にはね。ただでも疲れちゃうから、これで1日家でいると俺疲れちゃうね。確かに見えないので見ちゃうと。疲れるんだ。とか、下がりそうではあるよね。そうそう。多分、あんまり良くないんだと思う。本当は。こうなっちゃうからね。本当は良くない。大変だ。ただでも家だとリラックスしたいのにこれはつけたくないの。その、いや、見え、なんかちょっと何、やっぱ目が疲れるから。見えすぎちゃう。そうそう。だからちょっと落としてる。家用のやつ。だって近いしね。PC 使うから。で、さっき言った買ったやつは、お出かけとか、外行く時の家用はこれと同じにしたから。だからもう今、2パターンだったから。なるほどね。それだったらいいかな。ついてない話でしたね。いや、バカな話でしたね。次がこそついてないのか。次こそが本当に。いや、次は多分ね、大丈夫だと。大丈夫。ついてない。ついてない。ちゃんとついてない。じゃあ、次の日。次も見てください。僕たち、お願いします。海賊団と申します。